その暮れは乱す天皇四代の孫江の左大臣橘もろなおの光栄楠木正成と申す者に候おたこれなるは我が弟浅瀬と申す者に候おろ時下頃は元寇元年八月大の天皇には北条大軍避けさせたまい白雲峰をうずむる笠木の山に落ちさせたまえ下に下においたわしき御ことかなただただ涙こぼるばかりなり我進んでここに勤王の軍を起こさんと岸も帝には北条大軍討伐の勅命下したも我が所を見て東赤坂に城を築き野大軍見事打ち滅ぼさんと思うなりいかにはさすえや僕と心うべしかしこまってそうろう何もありふれの御世の通り、のたび勅命を拝し、勤王の軍を起こし、北条大軍討伐の勅命、門の誉れに候ろう。かに北条の軍勢勢い強くして、力を持ってせぶれろう。あれは重要に誇りを巡らし、北条武略をもってせぬれば、これまた策を弄して防ぐ、やがて帝の御心安らかに、立てまずらばやと思うなり、しからば兄上の御ともつかまつるらん。あしこまってそうろう。我なき跡は我に代わりて朝敵と
申しあり、蟹が撮影や、朝面をこのところに招くべし、お待ってそうろう。母上と共に父上の軍長
さらずや時移りでは可能まじさらば自治運さらばもさつらいよさらばを自由へとさらばもさつらいよの上は思い残すこともなし、慰霊したりよく港側に陣をし、